こんにちは、あずきです。今日は電動かき氷機を使ったメニューを紹介していこうと思います。まずはこちら冷麺から。今回は珍しくエプロンをしています。最初にきゅうりを細切りっていうのかな、細く切ります。チャーシューもきゅうりと同じように切っていきましょう。ゆで卵用と麺を茹でる用のお湯を沸かしていきます。チチ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 。ゆで卵むきます。チュルチュルにできると嬉しいですよね。麺を茹でます。ほら。私はちょっと固めが好きなので50秒にしたいと思います。これと取られてました。つまみ食いってしちゃうよね。麺を少しほぐしてからザルにあげて冷水で締めます。盛り付けていきます。ここまで何も変わらん普通の冷麺です。卵をあとは切った具材とかキムチとかをのせていきます。一旦次ドリンクいきます。一旦ね。材料はこちらです。ライムをシャコシャコ洗います。こんな感じで縦に切って半分は使います。半分は冷蔵庫に入れて何かに今後使いましょう。だいたいそれを縦にまた4等分して氷ライムと交互にグラスに入れていきます。そしたらこちらフルーツジュースの氷です。ただ凍らせただけ。右がリンゴで作ったんですけど、今日はグレープフルーツを使っていきます。機械に氷をガコガコ入れていきます。セットしたらスイッチを入れてウィーンってしていくだけなんですけど、めちゃくちゃ裏にこぼれてますね。気づかずのんきに作ってます。ふわふわで美味しそう。そして先ほどの冷麺にはコチュジャンの氷を使います。斬新だよね。これがスープの代わりになるわけです。夏だね。さっきと同じようにガコガコします。このコチュジャンの氷の方がさっきより水っぽい感じでしたが、意外とシャリシャリしています。ドリンクは最後にキリンレモンとお好みでミントを添えて完成です。じゃーん、できました。かき氷機を使った夏メニューいかがでしょう。自分的にはね、結構映えたんじゃないかなと思います。清涼感があって夏っぽくないですか。それではいただきます。ちょっと氷が見た目シャビシャビで不安だった冷麺ですが、混ぜていきます。これ意外とスープよりも絡まりやすくて、氷なので冷たくてとっても美味しかったです。ドリンクもね、氷をジュースで作っているので、溶けても薄まることなく美味しくいただけました。ライムがね、急にお店感が出てとっても優秀でした。夏バテで食欲があまり湧かない方にもぴったりなメニューだと思うので、かき氷機がある方や気になった方はぜひ試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。